さ朝早くあの通り走るんだけど、はいはいはい、あ知ってる人だよとかなんかやってさ、うん、面白いよ。そうなの、うん、あのちょっと高くなってんじゃんね、はいはい、駅まで。おはようございます、田代でございます。今ね、東北自動車道をですね、登っておりますが、実を言うと、下りの方に用事があるのでちょっとね、一旦トイレ休憩というところで降りております。お、なんかゆるキャラがおるからちょっとゆるキャラを撮ります。じゃあね。写真撮りたい人、はい、ピッチーと藤田門とイガマンちゃんたち、これからお仕事があります。あら、忙しいのね。忙しいのね。手を振って、えい。いや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 、イエーイ。はい、ではピッチー、ピッチーを先頭に藤田門とイガマンちゃん、羽生市の方に出したいと思います。いってらっしゃい、お仕事頑張ってね。はい、じゃあみんなお仕事行きましょう俺の声に反応しやがって。写真撮ってもらうのが仕事なんですよね。さあ、ここですよ、私たちが来ようとしたのは。今羽生インターの下りです。ここになんかこう、江戸の街並みを再現したっていうような、場所があるっていうので今日は来てみました。車に乗ってですね、今10時20分ですんで、六本木に8時半出たから2時間ぐらいでもう着いちゃうので、あっという間に来れますよ。よかったらこれをね、見てくれれば嬉しい。中はどうなってるんでしょう。それでは行きましょう、どうぞ。あ、この物見せ小屋も別に中があるわけじゃないのか。ちょっといや、そう、私を映していただいていいですか。何、どう。いや、ただこんな感じ。あ、これ一回。いや、もうちょっとね、でかいと思ったんですよ、私。ええ、やっぱりサービスエリアでしたね。うん、なんかうまそうだ。岩さん、ところてん。ところてんは別腹じゃないですか。今食べちゃったっていう。すいません、ごめんなさい。さあ、ご飯食べたんで、一路温泉に向かいます。温泉はね。なんかちょっと調べたんで、そこに行こうと思うんですけど、何の温泉だったか忘れちゃった。行ってからのお楽しみということで。それじゃあ髪の毛あの来週切るからね予告じゃあねまた後ほど出発進行します。まあ、そばは普通でしたね、うん、トロロはちゃんと入ってた。そう、トロロは変わってましたね。お汁とトロロが混ざってる変わったトロロそばでしたね。俺もそういう変わったものを食べればよかったな。そうですね、とりあえず、行き行き夢ロマンという、温泉施設に来ましたので、これからお風呂に一風呂入ると思います。天気いいです。周りは田んぼだらけです。はい。それでは行ってみたいと思います。まあ、いいですよ。森清範直筆夢。
それではここから撮影を禁止。本当です。さあ、いきいき夢ロマンさん、ありがとうございました。いや、あの細かい炭酸泉がですね、いつもより本当に細かいんですよ。で、よくぬくもりました。きめ細かくてね、本当に、しかも人が空いてて非常に良かったです。いや、本当今回は本当に良かった。さあ、次はどこへ向かって行くのやら。それでは後ほどまた。本当になんかこんな感じだよ。角田山とか、弥彦山とか、あの辺走るとこんな感じです。もうちょっと道狭いけど。あ、そんなに背が高い山がないってことですか。そう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 。海沿いのね、日本海側にある角田山と弥彦山っていうのが2つあるんです。おうおう、何？え、鳥居の中を通るのこれ？うおー、でっけー。なんか拝んで通らないじゃん。いや、意外とすごい道だったんですね、これ。いや、マジです。あった。4キロ。あ、ちゃんとした神社なんだよ。ね。だから、あの鳥居があるんだよ。ね。あとで調べてみよう、ちゃんと。本当ですね。で、あの、ほら、うわ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 、すごいんじゃん。これはすごいところだったんだ。うわ、金剛山だって。不動明王だ。すっげー。金剛山だって。よく知らんけど、不動の滝だって。水行の入り口ですよ。うわ、悔い改めようみたいな道だもんな、これ。やーべえ、ところてんの煩悩に突き進んだら、こんな、なんか修験道が行くような道来てしまったぞ。あ、ここの辺りでいいんじゃないですか、無料駐車場に存在。いや、そこ。あ、大駐車場がありますね。そこ、せっかくなんだから。これはちょっとさ、ちょっと何、どこ、この辺なんじゃないの。そうです。この先だ。本当だ。ってことは車で行けねえ。行けねえってことですね。ここに止めるってことか。そこない。わかんない。ここはダメか。ここ駐車場で。でも、あ、開いてます開いてます。奥。ほら。いいね、これ。あ、開いてる開いてる。てる。ここは小見、なんていう神社でしたっけ。あそこに書いてあるわ。そこに行ってから調べよう。小峰神社ですね。いや、偶然ですよ。うわ、涼しい。川が流れてるからだ。精神、はあ、後でこれ読もう。あまりにも字が多い。いや、うわ、壮大だ、こりゃ。岩さん、写真ください。これ、ずっと撮ってます。皆さん分かりますか。これがところてんを食べに行こうとたまたま来たら、恐れ多い神社に来てしまったという。これはすごいや。これ真夏になったらセミがすげえんだろうな、ね、今一番いいかもね。一番いいんですよ。でもここは涼しいかもしれないですね。
っち行ったらもう見えないじゃないですか。ちょっと一回冷たい。マジで？いやびっくりした。これは本当すごいや。うわわびさびだわ。これ石の橋が渡ってますわ。うわ綺麗、水が綺麗ですね。この あっちが庭園で、うん、あ、ここの中でトロ天は食えないっすよね。あ、そうです、そういえば探してたんだよ。あ、ここなんじゃねえ。え、マジですか。いつの間にか写真になってた。写真ありましたよね。待って、Google マップ戻すよ。ところてんが行ってみましょうか。ここはだって境内だから、ね、ここじゃ神社だよ。さっきの、うん、下なんだよ。そうかもしれないですけど、ここ何なんでしょうね。この門の先見たい。いや、行けないんですよ。ここ。だから、ここなんだよ。ここ繋がってんだよ。あ、ここ先見、いぶきます？うん。小峰原の一匹。これでも、自分してくれるやっぱ失敗したか。やっぱや。あ、狛犬取んないけど。そうなんですか？狛犬取ってあげないと壊しい。なんか、皆さん、そういうとこ優しいんですね。あ、ちゃんと空いてる時間だったから、またタイミングもいいの、これ、うん、コミネ園。ちょっと先風景撮ってから行こうかな。うわー、なんか清流の流れが、うん、いいですね。うわぁ素晴らしい。素晴らしすぎる。ちょっと偶然が偶然重なって素晴らしいところに来てしまいましたよ。後ろ見てください。この滝、滝っていうかね、ほんと、自然ふんだん。これはお参りするしかないですよ、ほんと。紅葉も綺麗ですよ、これ。本当、岩さんが言ったように、これはお参りするしかない。本当、何も考えずに来ましたからね。ちゃんとお辞儀してね。全然、うわ、あれ、なんか天狗ですね、やっぱりね。すごい。人が少ないし。から先はあれ、ここじゃないですか。これか、今結構息切りだよ。あれ、この上になんか明かりがついてる。後でお参りしよう。なんかここ何ですか、何ですか、入れるんかしら。あ、中に入れるんますわ。おみくじがあって行ってます。なでなでしてこれはなんだ、なでなでしてちょっと なでなでして。いや憧れるなぁみたいな。え、ここちゃんと上がるところがあるから大丈夫ですよね。失礼します。
裏から失礼します。あ、お金置いてある。お金置いてある。お金が置いてある。お金が置いてある。本当だ、すげえ。横ね。はい、横で。そんな近くに。はい。あ、ごめん、前を失礼。素晴らしいところでしたね。こんなの偶然にしちゃすごすぎるぞ。後で調べよう。ところで2つね。暑いからところてんをいただくとします。最近ところてんにハマっております。今一番危ない時期だろ。目離せないだろ。離せない。さっきまで小峰神社と言ってましたけども、調べたところが、古峰神社というところでした。素晴らしい神社でした。厳かな感じでね、なんか運命を感じるくらいな感じの神社でしたけども、良かったです。なんかドライブの醍醐味ってこういうところにあるのかな。偶然が偶然重なって素敵な場所と出会えるっていう感じです。皆さんもね、なんかこうドライブなんかしてなんかあてもない旅なんていうのもいるのかもしれませんよ。まあ今日はそんな感じでした。本当にすごくいいなんか出会いがあったと思います。ありがとうございました。また会いましょう。それではさよなら。